は。パッと見何もないけど、いかにもうさんくさい部屋だね。詳しく調べてみないとな。ん？今。どうかしたか？なんか音がした気がするんだけど、ライアンは聞こえなかった？いや、俺っちには何も。気のせいじゃないか。付近にお前ら以外の生体反応はない。上の階へと続く階段も同様だ。そっか。じゃあいいけど。変なこと言ってごめん。とにかく部屋を調べてみよう。ではいつものあれで。あれ、ライアンがいなくなっちゃったけど。前に言ったろ、この空間では操作に必要のない人間の姿は再現されないんだ。じゃあライアンの姿は見えないだけで、本当はこの部屋のどこかに。ああ、あちこち調べ回ってるよ。ひとまずライアンのことは放っておこう。まずは我々だけで操作を。了解。ちゃんと換気できてるのかな。ここすごく空気悪い。地下だからな、空気の流動性が悪いのだろう。それだけじゃなくて、うまく言えないんだけど、なんか嫌な空気が充満してる。扉の上に鉄板が。なんでこんなものが。シャッターみたいなものではないか。この鉄板が降りてくると下の扉は開けないことになる。私たちが入ってきた扉だね。うむ。こっちは私たちが入ってきた扉の方だから、あっちの壁の奥にも何かあるってことだよね。うむ。廃棄しなければならない空間。部屋かな。こんなところに血の跡が。かなり時間が経過したものだな。少なくとも数年は経っていると思われる。それから血痕を踏みつけた足跡も。電源のスイッチだけど、部屋に入った時からオンになってたね。照明のスイッチか。にしてはやけに大げさすぎるような。この部屋全体のメインの電源スイッチなのかもしれんな。みずき、このスイッチから上の方に電源ケーブルが伸びてるみたいだ。 X 線モードで辿ってみてくれ。電源スイッチとつながったケーブルだな。途中で二方向に分かれてるわ。それぞれ辿ってみよう。天井の電源ケーブルがこの壁の裏に。さらに辿っていくとどうなる。壁の中に何かあるみたいだ。あれはスイッチか。この部分を押すとスイッチが入る仕組みになってるんだ。隠しスイッチというわけだな。押すとどうなるんだろう。別のところに電力が通う仕組みになっているようだ。鉄板の向こうに扉が。奥に何か重大な秘密がありそうだな。
グワーゴの第一大球種だな。ペンチのようなもので抜き取られたわけではなさそうだ。歯のエナメル質にその痕跡が全く見当たらない。じゃあどうして。誰かに殴られて吹っ飛んだとかな。それにしても誰の歯なんだろう。さすがにそこまではわからんが、とりあえず T という人物の歯ということにしておこう。トゥースの頭文字を取って T だ。床のところに四角い穴が。これはフットスイッチ。病院の手術室のドアなんかに使われているのと同じものだ。穴のところにつま先を入れるとスイッチが入る仕組みになっている。だが今は電力がここまで到達していないようだから。このスイッチを作動するにはまずは電力を供給する必要があると。ああ、それともう一つ、四角い穴の付近に足跡がある。血を踏んだ靴によってできた足跡だ。痕跡はかなり古い。おそらく数年前にできたものと思われる。ふむ、一通り材料は揃ったな。何の材料？わからないのか？状況から考えて、おそらく今から数年前、この部屋で何か重大な出来事が起こったのは明らかだ。ある人物 X がここを訪れて何かをした。その X の行動をたどっていけば新たな情報が見つかるだろう。とにかく私の質問に答えていくんだ。分かったよ。よし、では始めるぞ。まず X はこの部屋を訪れて一番最初に何をしたと思う？私たちが来た時は電源が最初から入ってたけど、いつもそうとは限らないよね。ああ、その通りだ。まずはこの部屋全体に電気を通すのが第一。そうしないと何も動かないからな。では次は、電源スイッチを入れた後 X は何をしたんだろう。いや、穴の近くには足跡がある。血を踏んだ靴でね。私にも見せて。イエーイ。悪いが、次はオータとやってくれ。わた、あ、ま、そ。では、電。
だろうな。隠しスイッチの下のところには血でできた足跡がない。したがって何者か、おそらく T だと思うが、その T が出血する前にこのスイッチは押されたものと推測される。でもさ、自分で答えといてなんなんだけど、どうしてこのスイッチが押されたってわかるの？こいつはフットスイッチに電力を供給するためのものだからだよ。電源ケーブルはチューブ内に2本あり、電気はここに来てから天井に戻って、最終的にはフットスイッチのところに接続する形になっている。まあフットスイッチのことについては後で触れるとして、とりあえず次の手順に移行するぞ。さて、壁の隠しスイッチを押した後、続けて X は何をしたと思う？多分そういうことだろう。で、 T の奥歯が吹っ飛ぶと同時に大量に出血、ここに血だまりができたと。うむ、そして X はその血だまりを踏んでしまい、こうして足跡ができたというわけだ。では最後の仕上げだ。 X は最終的に何をしたか、もはや言うまでもないな。ああ、そうだな。穴の付近には血を踏んだ靴でできた足跡がある。よって、X が T の出血後にここにやってきたのは明らか。ところでさっきも言ったが、ここへの電力は隠しスイッチをオンにすることで供給される。従って、あとは穴につま先を入れれば。というわけで。X が何をしたのかはこれで分かったはず。次は実際に再現を。もしかして例の本番ってやつ？準備はいいか？よし、では始めよう。まだ答えてないけど。いいからカメラを回すぞ。よーい、アクション。俺の名前はミスター X。とある目的でここへとやってきた。ナイスですね、ナイスですね。さあその調子で X は最初に何をやった？まずはこの部屋全体に電気を供給しねえとな。でこの隠しスイッチを、こうだ！これでフットスイッチにも給電されたはずだから。待て瑞希、その前に大事なこと。ああそうだ、こいつを、 T の野郎をぶん殴ってやんねえとな。理由は知らんけど、とにかく行くぜ。うりゃ、うむ、おそらくその流れで X は血だまりを踏んだに違いない。あと残すは、これで何かが起こるはずだが。何が起こるの？わからんが、ひとまず VR 空間を抜けて現実世界で同じことをやってみよう。うん、相変わらず撮影した意味についてはさっぱりだけど、とにかくわかったよ。
そんな。これは。水木ちゃん、何したの？いや、この際何をしたかはどうでもいいや。そんなことより、この死体は。ナイクス日本支部の主催、シグレトキコ。その左半身だな。でも、なんでこんなところに。知るかよ、そんなこと。水木ちゃんが出したんじゃねえか。そうだけど。入ってきた扉、塞がれちゃったね。おい、どうすんだよ。出られなくなっちまったじゃねえか。ライアンなら開けられるんじゃない。無理に決まってんだろう。鍵穴も何もついてねえんだぞ。じゃあ、しょうがないね。はぁ、こんなところで一生を終えるつもりか。やだやだ、絶対やだ。まだキズナッチと結婚してないのに。ここを出たらできると思ってるのか。同じものが2台あるんだろう。機能が違うというわけではなさそうだ。両者は全く同じ構造をしている。一つ大きな謎が解けたよ。大きな謎？ HB 事件の被害者の体はいずれも分子レベルの細さで切断されていた。その切断は多分この機械によって行われたものなんだろう。つまりこれは切断機ってこと？そうだ。機械の上のところにピンと張られた糸のようなものが見えるだろ。あれは CNT、 カーボンナノチューブを束ねたものだ。一本の直径はおよそ 0.4 ナノメートル。1ナノメートルは10億分の1メートルだから肉眼では決して見ることができない。え、でも普通に見えてるけど。それは私が補正をかけているからだ。視認しやすいように強調して見せてやってるんだよ。とにかく要するに、あそこにあるカーボンナノチューブで全ての被害者は体を真っ二つに切り裂かれたと。その可能性は高い。ってことは全員の殺害現場は。ああ、ここってことになりそうだ。無論しぐれも含めてな。でもなんで2台あるんだろう。それは、わからんが。さっきまで鉄板で隠されてた扉だ。まさか、開けたりしないよな。する。でも、もうちょっとこっちを調べてからね。突然こんなもんが現れて、血色がいい方がおかしいだろ。マジでギリギリって感じだよ。昨夜食べたオムライスがここまででかかってるぜ。死亡推定時刻は昨日の19時前後。ああ、昨日というのは12日のことだ。今は午前0時を回って、13日の午前1時だからな。およそ6時間前ってこと？うむ。そんな、どうして。ところで水木、彼女の手首を見てくれ。これはリストカットの跡。自傷行為の結果ではなさそうだ。傷跡がかなり深い。おそらく彼女は過去に本気で自らの命を絶とうとしたのだろう。
なあ、水木ちゃん、この死体どうするんだ。このままにしておくわけにはいかないけど、今はあの扉の向こうを調べないと。本当に入るつもり？どうして？だって犯人がいるかもしれないし。テアラーが？だったらなおのこと、踏み込まないわけにはいかないよ。すげえ勇気だな。年下の女の子なのに尊敬しちまうぜ。あ、だけどライアンはここで待ってて。え？もしもあの鉄板が降りてきたら閉じ込められちゃうかもしれないから。ああ、なるほど。って、そしたら俺、あの死体と二人きりってことになっちゃうじゃん。 1.5 人きりだよ。とにかく私は行くから。閉じ込められたら助けてよね。ああ、わかったよ。冷蔵庫、シャワーとトイレまであるってことは、誰かの居住スペースってこと？というよりは監禁部屋だろうな。入ってきた扉を見ろ。ノブがついていない。こちらからは開けられないようになってるんだ。よかったな、ライアンを置いてきて。もしも二人で入っていたら、一週間後ライアンはたけり狂った獣とかし。危な！そんなことになったらライアンを撲殺してるところだったよ。とにかく室内を調べてみよう。通気口はあれだけか。当然だが、人間の出入りは不可能だな。どうやら見覚えがあるようだな。当たり前じゃん、忘れるわけないでしょ。俺のせいで私は左目を、それとキズナッチも。ならば言うまでもないが、そいつはテルミット爆弾だ。6年前に震えの右半身を丸焦げにしたのも同じくテルミット反応によるもので。知ってる、捜査資料に載ってたから。これの小型版みたいなものが体内に仕掛けられてたんでしょ？うん。見るからに怪しいパソコン。相棒、調べてみて。了解だ。内部データの解析が完了した。水木、これを見てくれ。これって、例の？ああ、近頃巷を騒がせている動画、ニルバーナトライアルだ。その制作途中のバックアップデータが、いくつも保存されている。どうやら普段の動画は、
このパソコンで作成されたものらしい。それともう一つ、 QR 動画の未編集データもあった。ってことは、ふむ、そうなるな。これってナイクスの、ノナプレックスの旗。連中がシンボルとしているものだな。日記のようだな。毎日つけていたわけではなさそうだが、この部屋の主が書いたものだろう。何か事件の手がかりが記されているかも。うん、続きを読んでみよう。ここから日付が書かれているな。西暦の年数もある。いずれも6年前だ。さっき隣の部屋で再現した状況と似ているな。つまりこの日記の筆者が X で、あいつっていうのが奥歯を吹っ飛ばされた人物 T だと。2月13日、泥棒を半分にか。なら、泥棒って…は？運命の人？日記は2月13日で終わっているな。すべて6年前のものだ。その後の日記は見当たらないね。
いずれにせよこれではっきりしたな。この部屋に監禁されていたのは HB 事件の犯人テアラーと見て間違いなかろう。待ってれば戻ってくるかな。いや、それはないだろう。ラボの階段を見ればここに部外者が侵入しているのは一目瞭然だし。だけどその部外者を始末しようとしてとかさ。もしも仮にそうだとしたら真っ先にやられる人物がいるな。ライアン、やばいじゃん、すぐに戻らないと。悪いが、面倒ごとはごめんだぜ。俺は先に帰らせてもらうよ。それにしてもやってくれるわね。令状なしで研究所に忍び込むなんて。ごめんなさい、ボス。相棒、あなたももうちょっとしっかり見てあげてよ。私は水木の左目としてしっかりと役割を果たしている。夕べにしても賞与が欲しいくらいは働いたぞ。確かに、相棒がいなかったらあの部屋は見つけられなかったかもしれないし。発見したものの重大さでなんとか上の方はごまかしたけど、本来なら懲罰者よ。ボス、許してやってくれないか。水木にはどうしてもホラケンを調べたいというやむにやまれぬ事情があったわけで。ああ、ゲノム編集のことね。ボス、知ってたんだ。私を誰だと思ってるの？部下のことならほくろの数まで知ってるわよ。じゃあ、私のパパとママが本当の両親じゃなかったってことも？もちろん。ん？どうしたの？ああ、ちょっとなんかそのこと考えちゃって。私、前にママから言われたことがあるの。あんたなんか産まなきゃよかった。あれ、どういう意味だったんだろうと思って。本当はもらわなきゃよかったって言いたかったのかな。私にも見せて。